さて主様よ、今回は凝り固まった体をリフレッシュさせるストレッチ法を伝授しよう。しかし唯一流じゃから人間には効かないかもしれぬ。まあその際は許してくれね。まずは首からじゃ。ワッチ1、2、3、4、5。次は反対側じゃ。ワッチ2、3、4、5。肩から上腕じゃ。ワッチ2、3、4、5。次は反対側じゃ。ワッチ2、3、4、5。肩から脇じゃ。ワッチ2、3、4、5。次は反対側じゃ。ワッチ2、3、4、5。自慢の耳じゃ。まず後ろから前へ。ワッチ2、3、4、5。次は前から後ろじゃ。ワッチ2、3、4、5。ももの裏側じゃ。まず右側からじゃ。ワッチ2、3、4、5。次は左側じゃ。ワッチ2、3、4、5。最後は正面からじゃ。ワッチ2、3、4、5。股関節じゃ。まず足の裏をぴったりくっつけて手前に引く。次に両手で膝を押し付ける。ワッチ2、3、4、5。もう一回。ワッチ2、3、4、5。狼のポーズじゃ。お尻を突き出して尻尾を伸ばす。ワッチ2、3、4、5。戻ってもう一回。ワッチ2、3、4、5。最後はワッチの誇りじゃ。左巻きからじゃ。今度は右巻きじゃ。くりゃれ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 。狼にとって尻尾は大切じゃからの。ストレッチは欠かせないんじゃ。